メリークリスマス。メリークリスマス。はい。いつ始まるんか思った。あ、嘘やん。755に言ってませんでしたね。メイクに夢中でした。配信始めました。よし、メリークリスマス。今髪の毛のアイロンが終わったとこで、なんか髪の毛なんか簡単なやつやりたいけどさ、あんまりアレンジできないんですよね。あんまりっていうか全然。そう、ちょっと待って、ヤス1983さんありがとう。ダウン着てます。ダウン着ちゃった。お洋服にするか迷ったんですけど、ダウン着ました。いや寒くない。なあ、でもさ、ホテルの外っていうか部屋出たらめっちゃ寒い。セブンイレブンのパスタいいね。クリスマスが今年もやってくる。今さ、大事なもの忘れてると思ったら、やっぱ今日アイライン引いてないわ。後で引きますね、ちゃんと。ねえ、聞いてみんな。いや、夜言うわ。夜できたらする。うん、アイライン大事やん。そう、インラインは引いたけど、アウトライン引いてない。今何を探してるのかがちょっと自分で分かんない。どうしよう、何を探そうとしたっけ。あー、ピン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 。あ、でもさ、どうだろうな。よし、あった。目から下だけ映ってる。どういうこと。あ、そういうことね。これからバイト？ピエンだな。何けどうしよう、髪の毛。あ、前髪ないので。どうしようかな。じゃあそうするとこっちが、ここネジネジしてみるとか。でもそれだったらここセンター割りにした方がいいかな。これから有馬記念ですって。当たったらまた服を送ろうかな。え、嬉しい。当てましょう。当て
ってましょう。りゅうさんありがとう。あくまで噂の範囲だけど、お話し会の差し入れケーキという噂聞いたけど本当って。分からん。今日お話し会一応なんか今日の差し入れかな。ケーキ嬉しい。今日の差し入れ。どうしようかな。どうしたらいいと思いますか。でもなんかここネジネジするのいいかもしれない。簡単だし。どれぐらい配信やる。じゃあ1時間でやりましょう。1時間にしましょうか。どの髪型が似合うの。優しいね。優しい。今日のお話し会で周年公演の集合写真見せるね。周年公演の集合写真。わかりました。今日の話し会、姉ちゃんの家から参加するかも。嬉しい。どこでも待ってる。14連休？明日仕事納め ？26か。月曜日。月曜日なんよ。金曜日とかじゃないっちゃね。あの金曜日だと23とか早いか。早いね。ごっちゃんありがとう。メリークリスマス。直筆サイン入り T シャツ。あ、生誕 T かな。なあ、ランちゃん頑張って。ジョイフルでトリゼン定食いいね。ジョイフル、あれ、ジョイフルはね、あれが好き。クラシックチョコケーキと、なんだっけ、あれ好きだった、ホイップインカフェゼリーかな。デザートだとクリスマス感ゼロ。今日帽子かぶってないですもんね。帽子ありますよ。おぶやーっと、えいへ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 い。メリークリスマス。メリークリスマス。へい。今日は今からその髪型をやるので。今日はね、5時45分からなのでね、オンラインお話か皆さん忘れなく。待って、リップどこに入れる。ここでいっか。メリークリスマス。皆さんぜひプレゼントボックスください。チャレンジのとこからもらえるやつかな。サノもいつかサスケ出ないかな。サスケ？サスケすごいよね。あれめっちゃすごいですよね。見てて思います。めっちゃすごい。なんかめちゃくちゃなんか体力必要ですよね。
サスケっていつあるんやっけ。ドゥンドゥドゥンドゥンドゥン。あ、これなんか引きにしないとあんま見えないんですね、意外と。27日、でももうすぐ火曜日とか、これぐらい引きにしたらよく映るんですね。明後日、スタバの新作いつ出ると、え、いつ出ると。AKB から LINE が来た、公式さん。あれ、はっ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 、スタバの新作 26? 月曜日、7月からじゃないっちゃね。公式、あ、そう、ガチの方の公式さんですよ。みんなも来たんじゃない同じタイミングで。こういうのってみんな一斉よね、きっと。28日がヘッドコンサート、みんな当ててね、みんな当ててね、絶対に。逃走中、逃走中でも楽しそう、めっちゃ楽しそう。でもあれ絶対さ、見つかったらハンターに、ハンターでしたっけ、見つかったら絶対捕まりますよね。足速すぎる。外れたらどないする。もうPMですね、めちゃくちゃ。ねえ、待って、あのなんかさ、ピンじゃないけどさ、あのこっちのピンじゃなくてさ、なんだっけ、なんか止めるやつ、止めるやつがあったらもう、おしゃんの、あ、ひゆかもう話し返してるんですね。ねえ、明日から街がクリスマスの曲じゃなくなるの、めっちゃ寂しくない？めっちゃ寂しい。お正月の曲になっちゃう。待って、ここをどうしよう。もしセンター系にしたとしたら、あのセンターでもないか、これは。したとして、でここを、あ、これはじゃあ前髪の部分をすればいいのか。それのついませんよ。え、怖くない？なんか止めるの難しそうだ。見えちゃう。
どうしよう。ちびゴムが欲しい。ちびゴム。ちびゴム。じゃあ次はちびゴムを探しますね。なんかどうしようかな。ああ、ちびゴムっていうかな。誰がちびやねんって。あのさ、輪ゴムじゃないさ、わかるわかる、なんか女の子がよく使うちびゴム。置いてきちゃったかもな。置いてきちゃったかも。一本も入ってないや。202日、ありがとう。おめでとう、ありがとう。わかる？そう、あれが今の。ああ、今欲しいのに。どうしようかな。ネジネジしたい。でもどうしたらいい？みんな、ネジネジがしたい。ここでさ、こうやって止めればいいんじゃない？だからこれをちょっとこっちに置いといて、よし、やってみよう。ビニールみたいなテカテカテカるゴムやんな。そう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 、なんかビニールみたいなゴム、なんかちぎれちゃいそうなゴム。あ、お話し会で会おうね。嬉しい。ちゃんと分かってるわ、すごい。これをこの辺で止めたらいくの。ちょっとやってみるわ。こっちうまくいったくない？いや、あんまわかんないね。あんまわかんないか。で、こっちもやりたいんですけど、これやっぱセンター割りにしないと変かな。めっちゃ真剣。ええやんって、嬉しい。こっちもやるわ。ねえ、これ真ん中はさ、ここの方がいい？どう思う？みんな。これだと少ないよね。少ないよな。真ん中がいいのかな。ずらしててもいい？本当？じゃあこれで一回やってみるわ。よいしょっと。あ、なんか長いのかな。ネジネジがうまくいきません。メリークリスマス。ちょっとこの辺で止めてみる。なんかさ、光の見えづらい。この毛いらないか。
しょーっと。この辺かな。そう、光で。めっちゃ見えづらい。止めれるかな、うまく。ちょっとこっちわかんないわ。こっちはわかるけど。でもなんかネジネジしてる感ないですね。まあいっか、まあいっか。そう、メイクさん今日いないんですね。そうなんですね。なんか美容室とかでやってみたいね。さあ、で髪の下はアイロンで今から巻きますね。ねじねじもよき、ほんと優しいね。みんな優しいよ。そう、メイクさんいないんですよ今日。この司会はね、いないですね。今アイロン待ってる。180度。チョコレート食べたい。君に決めた。ピンクのクマさん、ありがとう。ウサギさん、180度。やけどに気をつけてね。ありがとう。よし、よし。今から下をカールします。でもお話し会下見えないんだよね。下見えないよね、お話し会。いや、髪伸びたくない？めっちゃ伸びたよね。めっちゃ伸びてません？カール食べたいなって。西日本にしかないよね、カールって。いつ切ると？って切ってほしいんですか？髪切る予定ないよ。髪切る予定ないよ。ね、伸びたよね、めっちゃ伸びた気がする。じゃあ待って、これさ、これ燃えんかな。こじやすさん、ありがとう。これ燃えないかな。めっちゃ心配になってきた。
ま燃えないよね。燃えんよね、多分。燃える？そんなバナナ。ああ、やばいやばい。80度って熱いかも。なんか髪の色変わった。うん、変えちょらん。まだまだ変えちょらんよ。あ、やっぱ180度はなんか効きがいいね。アマゾンで買える買えるっちょ。じゃあ食べてみたい方、アマゾンだね。東日本の方、もういいんかな。180度って高い温度なのって、割と高い。なんかめっちゃ匂う。180度、めっちゃなんか臭い。いや、これだわ。燃えてるんだよ、きっと。燃えてるよ。焦げちょらん。大丈夫。でもほら、こっちとこっち違うじゃん。わかる。でもね、こんなのやってもオレオレしか見えないんですよね。まあ見えなくてもね、いいか。ん？半分って難しい。全然半分にならないよ。なんで？こっち。お、こういうこと？違う。こういうこと？なんで？巻き初めて見た。本当初めて。焦げのになりませんよ。うん、負けた。もう一回いっとくか。もうでも大丈夫だ。焼けちょらん。よし、巻きすぎたかも。確かに頻繁には巻き髪せんね。だってね、巻き髪ってね、本気で痛むんですよ。だからなんかコンサートとかライブとかの時にやってもらうくらいでしか、私はあんまりやりたいけどやんないかも。うん、巻いた。でも巻きすぎちゃった、こっち。ピコンって、こっちの方がうまいわ。で、この辺だけなんか巻きたいんですけど、うん、マジで巻き苦手ないね。多分負けてないね、これは。本当に巻き苦手。上手くなりたいな。あ、待って、めっちゃうまい。めっちゃうまくない？めっちゃうまくない？めっちゃうまい。めっちゃうまい。ちょっと伝わる？伝わって。ここ、これ
めっちゃうまくない？めっちゃうまい、めっちゃうまい。めっちゃうまくない？めっちゃうまいよね。でもさ、こっちがうまくいくかの問題なんですよ。私こっち下手くそないよね、特に。よし、絶対こっち下手くそなので見といてください。待って、これはクリスマスの奇跡なんかな。うまいかもしんない。あ、うまいかもしんない、私の中では。これここしかわかんないんですけど、どう？クリスマスの奇跡ですね。コンサート確かにポニテ多いわ。踊るとやっぱ髪崩れやすいので、私は特にこの辺も巻きたいな。じゃあうまく巻けるかな。まあ巻けるかな。いけた、いけた。で、ここはさ、トンネルがいいんですよ。あ、いけた。じゃあこの辺もやっとく。こんなとこ見えないんですけどね。あ、これやけどしそうですよね、これ。本当に私もそれ思う。なんか煙出てるもん。よし、できた。みんな今日の髪型、これでサンタさんならバッチリ。でもちょっと今髪の毛かぶれたら嫌なのでかぶりません。あるけどね。どう？かぶんないっていうね。外れてきたかもしれない。このネジネジきっと外れてきてるよね。え、これどこで止めたっけ。あ、ここね。まあまあまあ、え、いい感じ。よき、よき。巻いた方がいいか。いや、もう一個ぐらい巻いた方がいいと思う？もう一個ぐらい巻いた方がいいかな。ここも巻く？ここも巻こうか。クリスマスだからかな、うまくいく。なんか嬉しい。
クリスマスだからですかね、なんかうまくいきました。どうですか、見づらいか、どうこんな感じ、どう、うまく負けてんのかな、ちょっとこの辺も巻くか、軽く、今日うまくいくので、一番うまくいった、今日が一番うまくいった巻きが、だしの中でね、どう、いい感じ、綺麗になってる、やったぜ、嬉しいよ、めっちゃ嬉しい、こんなにうまくいくなんて、めっちゃ嬉しい、ちょっとここ取れてきたかな、ねえめっちゃ綺麗、どうしよう、今までが多分下手すぎたんですけど、今日はなんか一段とうまくいきますね、きっとクリスマスのおかげ、お、なんで、え、嬉しい、なんかめっちゃ嬉しい、今日うまくいった、クリスマスの奇跡です、きっと、きっときっと、そう、きっとそう、きっとそう、はあ、部屋にいるのに厚着ですね、厚着です、そんな日もあります、これによし、オイルつけよう、よし、暖房つけてないの、つけちょらん、危なかった今、うわー、ピンが取れそう、完全取れたよね、まあそんなこともあるよね、なんか巻き甘かったみたい、もう取れちゃった、割と、まあでもいい感じにできました、手洗いたい、洗ってきていい？でも下がめっちゃ
感じですね。下オンラインで映んないんですけど。上がってきまーす。ただいまでーす。洗ってきた。ふう、いい感じにできたわ。できたわ、できたわ。でもやっぱここが甘いんですよね。なんで？お、やばい、危ない。アイロンずっとつけっぱなしだった。あんまり負けてないぞ。いや、いいよね。めっちゃいい。なんか黒着てるから、黒着ちょっと分かりやすいね。できたー。じゃあ絵の消そうね。ちょっとつけっぱだった。ね、充電器さ、みんなアダプター忘れて、お家に。でもホテルに、あ、なんかケーブルだけでできるあのコンセントあったからよかったけど、アダプターないとめっちゃ不便、めっちゃ不便。しかもなんかアダプターなしで使えるやつ2個あるかと思いきや、なんか1個は多分パソコンにしかできなくて、って感じです。やばい、これアイロン足に落ちてきたらやけどするね。話し会楽しみにしちゃるよって、嬉しいよ、ありがとう。お話し会までこの髪の毛が持つかな、ちゃんと。心配。ちょっとさ、ここもう一回やり直そうね。このネジネジさん、どこの髪をねじねじしちゃったかも、もう分からんけど、多分ここよね。年内最後の話、そうだよ、みんな年内最後の話会だよ。そうじゃん、今日会うかった。みんな今年もありがとうって言わなきゃだね。そっか、話し会最後か今年。あ、いい感じに耳かけみたいになった。こっちもやり直したいな。よし、
良いお年をだね、本当に良いお年をだね。でもまたすぐ会えるさ、来年すぐお話し会あるよね、割とすぐ。ああさっきどうやって撮ったっけな、こうやったかな、これでいっか。ちょっと待ってね、えい、うん、15日ね、じゃあすぐだよ、滑る。なんで？あ、でもできた。滑ったけどできた。すぐといい20日後。あ、そんなに？確かに。20日後ですね。まっすぐだよ。すぐすぐ。すぐ会えるさ。アップなんか照れる嘘照れますか。何時間配信始めたっけな、スクショください。いいよ、じゃあ行きますね、せーの、あ、待って、あ、せーの、せーの、あ、待って、これ置いてた方がいいのか、逆に。クリスマスだからね。せーの、せーの、うん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 。クリスマスってどういうポーズするの？プレゼントちょうだい。12時50分からありがとう。じゃん。あとちょっと10分ぐらいですかね。ラストクリスマス。なんか嬉しいよ、髪が負けて嬉しいです、とても嬉しいです。ワンショットできてもらうポーズ決めたって、そう今日ワンショットだからみんな考えといて。クリスマスはトナカイポーズ、トナカイポーズってどうやってするの。どういうポーズ？落ちた。何かな。なかなか抽選に当たんない。ピエンだよ。来年は当ててね。トナカイポーズのセンスある本当？この恋ポーズって言われて何すればいいか分かんなかったけど、よかった。この色良くない？めっちゃ
くない？この唇の色。うん、めちゃいいと思う。どう？よし。ねえ、本当に何もない言おうと思ったけどやめた。今日クリスマスだからね。確かに才能が当たんないはめっちゃ珍しい。本当に珍しいと思うよ。めっちゃ珍しい。珍しいですね。でも珍しいです。今日朝起きたら顔がめっちゃむくんでたっちゃけど、戻ってきました。戻ってきましたね。だんだんと。でも若干むくんでるか。ワンショットツーショット合計3枚でサイン1枚。え、ワンショットツーショット合計3枚でサイン1枚。あれ？サイン。確かにね、珍しい。ツーショットまだ当たったことない。確かにないね。ないね。確かにないわ。珍しいな。今日はワンショット写真会なので皆さん待ってますね。ポーズして。高千穂牧場のヨーグルト美味しいよね。昨日初めてツーショット当たったって。確かに。しかも2枚も当たったのめっちゃすごい、うん、でも昨日は割とツーショット撮れた方多かったかもしれない。うん、割と撮りましたよね。割とって言ってもそうだね、うん、撮った気がする。いつもより撮ったかな。うん、撮った気がする。いつもよりサイン1回しか当たったことない。確かにあんま書いたことないわ。トマさん確かに。でも1部あたり10回だよね。それはあれですね、完売した場合多分10回なのかなと。多分そんな感じ。今日寒い？今日外寒いですか？何度ですか？今日の気温を教えてください。今日寒い？外に出てないなら分かりませんって。DM。今日寒いですか？ジャンパー必須。必須か、やっぱ必須か。必須か。そうか。どうしようかな。どうしようかな。神奈川は寒い、大阪は寒い、東京は？うん、寒い。寒いよねきっと。部屋出ただけでも寒いのに。廊下、廊下っていうのかな。13度、メタボの俺はフリースで平気だけど女の子は無理でしょうって。
宮崎13度あったか最近にしてはあったかいね。東京で3度とか聞くからかな、なんかあったかく感じるね。あったかいね。デッツみたいな気分味わって大きに言え。東京はビルの隙間風があるから余計に寒いと思う。あ、寒いか。ラジャです。寒いんですね。ラジャです。いや、やだ寒い。最近めっちゃ凍えてる。あと3分で1時間。ありがとう。手袋する。手袋あると。手袋ない。手袋ないです。じゃあランキング読むね、みんな。13位はコナーちゃん、ありがとう。12位は雨宿ジンベエさん、ありがとう。11位はカラスのカーコアットマークルンバニアさん、ありがとう。10位はショートさん、ありがとう。9位はイングベイさん、ありがとう。8位はピンクのクマさん、ありがとう。7位はゴーヘイさん、ありがとう。6位はシノタロアットマーク空の姫大好き、ありがとう。5位はリュウさん、ありがとう。4位はコウトキさん、ありがとう。3位はコウイチさん、ありがとう。2位はドマさん、ありがとう。そして1位はヤス1983さんでした。皆さんありがとうございます。はい、というわけで今日も見てくださってありがとうございました。寒いので皆さん風邪に気をつけましょうね。それでは今日は5時45分からオンラインお話しか、皆さん楽しみに待ってますね。あと2分ぐらいかな、お話し会で会いましょう。終わっちゃうね、この辺で。オンライン楽しみだねって、私も楽しみ楽しみになってますね。寒いくない。49分ありがとう。じゃあじゃんけんしますか。せーの、空のじゃんけん、じゃんけん、ほい。今日はチョキです。皆さんお昼から見てくださってありがとうございました。クリスマスももうあと半日ですね。寂しい。今日はゆっくり寝たので、空の今日はね、昨日3時前に寝たので、今日は11時に起きました。でもパッて目覚めたのは9時半だった。寝る寝した。はい、というわけで皆さんまた後でね。バイバーイ。皆さん素敵なクリスマスを。バイバーイ。